洪水は、イーゴリ・ストラビンスキーが1961年から1962年にかけて作曲した、劇音楽、旧約聖書、創世紀の大洪水の話を元にしている。CBS テレビの番組のために作曲された、グラミー賞クラシック現代作品部門を受賞している。1959年頃、CBS は、テレビ番組のために、ストラビンスキーに作曲を依頼した。 ストラビンスキーは大洪水を題材とした。ロバート・クラフトによると1960年にベネツィアで経験した洪水が作曲のきっかけになったという。洪水だけではなくより広い観点から天地創造、ルシファー、失楽園なども含む内容になった。テクストは英語で主に創世記を呼び、ヨークとチェスターの中世の神秘劇をもとにロバート・クラフトが書いた。 洪水は1962年6月14日、ストラビンスキーの80歳の誕生日の直前に放送された。舞踊部分の振り付けは、ジョージ・バランシン、美術は、ルーベンテル・アルトゥニアンにより、ストラビンスキーとロバート・クラフトが指揮した。ストラビンスキーの音楽は、テレビのプロデューサーが、許容最小時間とした、時間の半分以下の長さしかなかった。このため番組は、 洪水伝説に関する人類学的解説や長々としたストラビンスキーとバランシンの共同作業についての説明、スポンサーのブレックシャンプーの宣伝を加えたために台無しになった。また、バランシン振り付けによる舞踊もテレビではうまく効果を発揮しなかった。生の舞台としてはハンブルク州立歌劇場で1963年4月30日に上演された。 ロバート・クラフトが指揮した。テレビ放送を前提として作曲されたために、場面転換に十分な時間が取れないなど、生の舞台では演じる上に、いろいろな無理が生ずることとなった。ジェレミー・ノーブルは、多様な内容を盛り込みすぎたために、十分な密度を持った音楽になっていないと、批判している。テノールはルシファーを、二人のバスは、神の声を表す。作品は、 合唱による音楽、音楽付きの語り、舞踊などを含む複雑な内容を持ち、契約の虹を象徴する7つの部分から構成される。最初と最後が対応する。前奏曲メロドラマ箱船の建設動物のカタログ喜劇洪水二次の契約演奏時間は約24分。冒頭のわずかな小説の気学部分は極端に広い。 音域の和音と弦楽器のトレモロによって短いながらも強い印象を残す。続けてすぐに手で産むとサンクトゥスが合唱によって歌われる。語り手によって神が水を分けて乾いた土地を出現させ動物たちを創造したことが語られる。人間が創造され、ついでルシファーを想像するが、ルシファーは満身から罰せられ、 サタンとなる。神の声は常に大太鼓に始まって二人のバスによって歌われる。ルシファーはテノールが歌う。メロドラマ部分に入り、サタンは蛇の姿でイブを騙して、禁断の好みを食べさせる。神はそれを知ってアダムとイブを呪い、楽園から追い出す。短いファゴット三重層の後、神は人間を滅ぼそうとし、ノアに箱舟を作るように伝える。箱舟の建造は、 複雑なリズムを持つ音楽で、ムーブメンツに似たところがある。動物のカタログ及び、喜劇部分は気楽に乗せて語られる。クライマックスの洪水は無限に続くように感じられる。洪水の後、再び神の声とノアの語り、前奏、サタンの歌、サンクトゥス、レデウムが続き、還元楽によって静かに終わる。ありがとうございます。